こんにちは。カナダ在住の山達です。2024年に向け、奴らが動くということで話をしていきたいと思います。はい。えー、ちょっぴりホラーみたいなサムネになってるかなっていうふうに思いますけれども、えー、今回彼らが動き始めたっていうお話ですね。はい。えー、今年中間選挙が控えています。ただそこにもう暗雲が立ち込めていて立ち往生状態なのが民主党さんなんですよね。 はい。で、その民主党の主要なサポーターといえば左派勢力なんですけれども、その左派勢力がすでにもう中間選挙ではなくて、その先を見据えた動きを始めたんじゃないかっていう話が今出てきているんですね。今回それを紹介していきたいと思うんですけれども、それが2024年に控えている大統領選挙なんですね。 その大統領選挙を念頭にした動きをもう各々始めてるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。まあ、この手の話になるともう出席率100%毎度おなじみ極左億万長者であるジョージ・ソロスが関わってくるんですけれども、あとその他大勢ですね。はい。であるとか、あとメタ、えー、まあ、旧フェイスブックの CEO であるマーク・ザッカーバーグが、えー、それぞれ各々行動を始めてるということなんですね。 今回の動画では、このソロスタートその他大勢がどんなことをやっているのか。で、まあ、特に大きなニュースがなさそうだったら、えー、明日連続でやろうと思います。ちょっと今日明日の、あの、ニュース次第なんですけれども、はい。えー、それ次第では、えー、次はマーク・ザッカーバーグがじゃあどんなことをやろうとしているのか。そして、えー、特にもうマーク・ザッカーバーグといえば大金を2020年の選挙にぶち込んだっていうことで有名なんですけれども、えー、それがまた起きるかもしれないと。 で、それに対して共和党側が各州で何か行動しているのか、またはしようとしているのか、このあたりをまとめてお話ししていこうかなというふうに思っています。今回の話とた後、次回の話を聞いていただくことで、この2024年に控えている大統領選挙に向けてその背後で、もうすでに動き始めているどのような動きがあるのかっていうのが分かってきますから、ぜひ最後までお聞きいただけたらというふうに思います。はい。 ということで、えー、本題いきたいと思います。えっ、ー、と、今回まずソロスたちが狙っているのはヒスパニック層っていう、そういうお話なんですね。えー、そのために何をやるかって言ったら、えー、ラジオ放送局の買収っていうことなんですね。えー、新たにラティーノミィアネットワークっていうのが立ち上げられるっていうことが発表されたんですけれども、これを通してそのスペイン語話者への影響力を高めようっていうふうにあ見られているんですね。はい。 で、まずは全体的な話をしておきたいと思うんですけれども、えアメリカ全土でスペイン語話者は4100万人いるっていうふうに推計されているんですね。これはあくまでもその統計とかで出てくるデータなので、おそらくこれをさらに超える数がその不法移民とか、えー、含めるといるだろうっていう話なんですが、今回はとりあえず4100万人想定でいきたいと思います。もともとヒスパニック層っていうのは、 民主党のまあ岩盤支持層というか主要なサポーター層だったんですよね。はい。まあ、ところがトランプ政権が誕生までの話でそこから徐々に流れが変わってきてるんですよね。2020年の選挙でも、えっとそのラテン系、またはヒスパニック層からの支持っていうのが共和党側に結構流れ始めて。 で、その流れができ始めたのがトランプ政権下の時で、今、バイデン政権になってからはその動きにブーストがかかってるっていう状態なんですけれども、え、これに対して今、その民主党側がかなり焦ってるんですよね。はい。で、まあその結果として、この場合も紹介しましたが、テキサス州でね、歴史的な勝利っていうのがあったわけなんですけれども、まああれもおそらく彼らのパニックに拍車をかけてるんじゃないのかなというふうに思います。 で、このヒスパニック層がどん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 共和党側に流れていっている、言い換えると民主党離れを起こしているわけなんですけれども、これに関する分析をサハメディアルである MSNBC が一回放送してたんですけれども、そこで言っていた彼らの結論としては、ヒスパニック層の民主党離れの原因は、誤情報に影響されているからだというふうに言ってるんですね。 はい。でえ、具体的には、その、特にヒスパニック層の中には、もともとキューバとかベネズエラとかそういうような、え共産主義権、社会主義権から、えー、逃れてきた人たちがいると。で、彼らに、その、被害妄想が今あるんだと。その、誤情報、ま、あいわば、補修系メディアといいますか、彼らから言うと右翼メディア、極右メディアが、え垂れ流している、その、過剰な、 共産主義、社会主義への、その、恐怖のようなものが、えー、プロパガンダのように流されていて、その結果、被害妄想に陥ってヒスパニック層が民主党離れを起こしている。要は、バイデン政権のやってることって、社会主義勢力と共産主義勢力と変わらないじゃないか、みたいな、そういう意見を、真に受けている連中たちが今、どんどん共和党側に逃げていってるんだと。 いう風に言ってるわけなんですが、皆さんどう思いますかはい。まあ、一応ね、確かにこのトンチンカンな、あの、論理のもとに立てば、確かにその対応策として、ラジオ放送局とかを買収することによって、え正しい情報を伝えようみたいなのはね、えー、確かにその通りなのかもしれませんが、はい。果たしてそれが正しいのかどうかは、最後のところでまとめてお話ししたいと思いますけれども、 ひとまずですね、えっ、ー、と、バイデン政権発足後のヒスパニック層民主党離れブーストの原因は、誤情報が原因っていうふうに今分析されているんですね。で、その元に立って、今回の話になってくるわけなんですが、ラティーノミディアネットワークっていうのが立ち上げられました。ここ80億円もの多額の出資金を募りまして、で、そのうちの60億円を使って、18のラジオ局を買収したんですね。 で、この18のラジオ局を買収したことによって、アメリカ全土に住む33%のヒスパニック層に、えー、自分たちのその声を届けることができるようになったということなんですね。じゃあこの33%どこに住んでる人たちかって言ったら、えー、ニューヨークであるとか、ロサンゼルス・フレスノっていうカリフォルニア州、マイアミのあるフロリダ州、ヒューストン、ダラス、サンアントニオ、マカーレンっていうようなテキサス州、シカゴ、イリノイ州ですね。であとラスベガス、ネバダ州っていうような感じで、 もう聞いたことのある都市名しかないと思うんですけれども、えー、まあ、要は大都市なんですよね。で、大都市って基本的に民主党が強いわけなんですけれども、そこに力を入れられるように、この買収っていうのがあったということなんですね。まあ、そこからもう彼らが今、 どれぐらい、その自分たちのもともと地盤になっていたところでも危うく感じてるかっていうところが伝わってくるかなっていうふうに思うんですけれども、一つ注目集めてるのは、この18あるラジオ局のうちの一つの、えっと、このラジオ万美っていう番組って言えばいいのかな。はい。まあこれがなんか含まれているらしいんですね。で、これがなんて言うんでしょう。あの、いわゆる補修系メディアなんですよ。 で、まあ、言い方としては、その極右メディアみたいなことを言っているところもあるんですが、その陰謀論垂れ流しているだの、え、誤情報拡散の危険なプロパガンダ機関だの中、なんかボロカス叩かれてるんですけれども、要は左派勢力からかなり叩かれているところなんですね。それも今回の買収の中に入ってるんですよ。 で、そこから、おついに保守の声を潰しに来たか、みたいな感じであの、ディサンティッシュ知事も即刻、あの、声明出して、あの、ソロスがやってくるぞ、みたいな感じでえ、広告も打ってですね、あの、気をつけろよ、みんな、みたいなね、そういうのをやってるわけなんですけれども、えこのラジオマンビっていうのは、その、特にマイアミって、キューバ系の移民が多いっていうことなんですね。で、そのキューバ系の視聴者が多くて、特に共産主義権、あ反共産主義みたいな内容を、まあ、好んで聞く人が多いということなんですね。はい。 で、そのあたりの声が潰されるんじゃないかみたいな、ええー、と、一応今、なんでしょうね、ええー、警戒が出てるわけなんですが、一応ね、このラティーノミディアネットワークの発表によると、その、このラジオマンビーさんには、ま、自由に喋らせてあげるから安心しな、みたいなこと言ってるんですね。その検閲みたいなことはやらないから安心しなって言ってるんですが、はい。まあ、果たして信用していいのかどうかは、まあ、あ皆さん、それぞれの考え方がありますね。はい。 ま、ひとまず、まあ、そういうふうに注目を集めているところもありますよっていう話なんですけれども、ちょっと話を本筋に戻しまして、え、このラティーノミディアネットワークなんですが、立ち上げメンバーの中でも主要な二人がいるんですね。え、このバレンシアさんとですね、ロケットさんなんですけれども、はい、この二人が、え、中心メンバーなんですね。 で、えっ、ー、と、じゃあ、この二人ってどんな経歴の持ち主かって言ったら、多分このバレンシアさんは、え元々はオーバマのスタッフをやっていた人であると、ありますし、このロケットさんに関しては、えっ、ー、と、もうオバマだけではなくて、ヒラリーのスタッフもやってたっていうような、そういう人物なんですね。ホワイトハウスのスタッフもやってたみたい、特別佐官だったかな。はい、をやっていたようなんですけれども、はい。まあ、そんな人物が今回この立ち上げに携わっているということなんですね。 で、えー、さらに言うとですね、あの、このラティノミリアネットワーク、さっきも言いたしたが80億円もの大金を集めたわけなんですが、その中心的な役割を果たしたのが、レイクスターファイナンスっていうところなんですね。で、このレイクスターファイナンスっていうのは、もう毎年お前となじみだね、えー、ソロスから、えー、資金援助を受けているところだということなので、はい、もうこの手の話になると、必ずこの顔ぶれが出てくるわけなんですよね。 で、それ考えすぎじゃないっていう風に思う人もいるかもしれませんが、多分この手の顔ぶれの時っていうのは考えすぎの方がよっぽどいいと思うんですよね。はい。で、一応ですね、フェアに行きます。あの、このメンバーが全部が全部、左派勢力かって言ったらそうじゃないようなんですね。一応ですね、このラティノミディアネットワークの中の、その、え主要ボードメンバーの中の一人に、えー、っと、ちょっと、アル・ナンチャラさんっていう名前忘れちゃいましたが、フロリダ州の えー、元共和党委員会をや、の委員長をやってた人も入っています。はい。で、おじゃあ、あの、フェアな感じかって言ったら、うんとね、一応、なんだろう、多少は、その、保守的な考え方も入ってくるのかもしれませんけれども、ただ彼のツイッターをバッてチェックしてみたんですが、あの、あまり僕は好きじゃない考え方の持ち主でした。えっ、ー、と、まずですね、あの、直近の一番最初のツイートがですね、最近のツイートが、えっ、ー、と、バイデンは、その、 ガーランド司法長官を即刻首にすべきだみたいなことを言ってるんですね。で、なんでかって言ったら、あの、その、もしトランプを起訴しなければ、そのガーランドは役に立たないと。だから、そのトランプを絶対起訴してくれるような司法長官をすぐにでも任命すべきだみたいなことを呟いていて、もうそこからわかる通り死ぬほど心の底からトランプ大統領が嫌いな勢力の人間なんですね。はい。で、さらに言うと、重規制にかなり賛成派のようなんですよ。 あの、ツイート見た感じ。まあ、なので、そういうところから考えると、その、えっ、ー、と、あまり、ええー、いいムーブメントになるような人間ではありませんから、はい、僕は、あの、なんかその人がいるからといって、このラティーノミディアネットワークは安心だみたいなことにはならないかなっていうふうに感じました。はい。まあ、あの、気になる方は、ぜひ、その、アルナンチェラさんを確認してください。はい。で、ちょっと話を戻しまして、えー、このラティーノミディアネットワーク、この、ラジオ局を買収するわけなんですが、 やっぱこの系の話ってその自由に売買できるわけではないんですよね。必ず規制当局の、えー、許可を得なければならないわけなんですが、それはどうやら今年の年末ぐらいに出るそうなんですね。っていうことは、えー、中間選挙には絶対間に合わないわけなんですよ。っていうところからも、えー、今回のこのラテン系へのヒ、えー、スパニック層へのこのラジオ局買収、 騒動っていうのは、中間選挙を目指しているものではないわけなんですよね。はい。ってなると、まあ、間違いなく大統領選挙だろうっていう話になりますから、はい。まあ、そういう意味でもソロスとかがもう今動き始めてるっていうことなんですよね。はい。で、今回はこのラティーノメディアネットワークっていうのを一つ紹介したわけなんですが、実はこのヒスパニック層向けのメディア買収ってこれだけじゃないんですよ。 他にも、えっ、ー、と、メディアの買収って発表されてるんですね。これの2週間前に実は発表されていたんですが、その買収した人物が、あの、どっちの人間なのかちょっと判別つかなかったので、今回動画には取り上げてませんが、はい。まあ、ひとまず、なんか元ディズニーの、えー、お偉いさんだった人がトップを務めていて、ブラックロックか何かがバックについている、なんかでかいところが買収しましたみたいな話になってたんですけれども、はい。 とりあえず、あの、まだごめんなさい。僕の中で判断ついてないので、えっ、ー、と、またよく分かったら、あの、動画で皆さんに追加でお話ししたいと思いますけれども、はい。とりあえず、そういうふうにヒスパニック層向けのメディア買収っていうのが、なんか今、どん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 増え始めてるっていうところからも、えー、まあ、次の大統領選挙に向けての一つの注目ポイントになるのかもしれないなっていう話ですね。はい。 で、えー、今回こういう風うに左翼勢力っていうのがそのメディアを通しての、まあ、情報戦略をなんとかやろうとしているわけなんですけれども、効果あると思います って言ったら僕はもうこれ限界があると思うんですよね。そのメディアを通して情報をいろいろ流すっていうのはもちろんねずっとメディアを信じ続けている人もいると思いますからそういう人たちには絶大な効果があると思いますけれども果たしてじゃあこの2022年になった今現在効果ってその2020年の時と比べて同じぐらいあるかって言ったら僕ちょっと低くなってると思うんですよね。はい。で特にですね、あの ま、いろいろあります。特にヒスパニック層っていうのは、いろいろな要因で今民主党離れを起こしているわけなんですけれども、そのうちの一つが、もうこの途上国レベルのインフレですよね。あの、本当にアメリカだけじゃなくていろんな国が今、どうやらいことになってて、その結果フランスのね、あの、会員議員選挙にも出ましたけれども、はい。まあ、とにかく今のその、人々の、 心配してることって、その人種差別が云々ぬんかんぬんとかそういう理想的なお話ではなくて、目の前の現実なんですよね。その日々見るこの値札がどん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 ね、 高く高く変わってったりとか、毎日そのガソリン入れるたんびにそのどんどん価格が上がっちゃってますみたいな、そういうふうにその日々生活を苦しめているところに対しての問題意識の方が強いわけなんですよね。で、特にヒスパニック層でこれかなり前に紹介したやつですけれども、そのアメリカ国内のその人種ごとの、えっと、平均世帯年収っていうのを 表してるものなんですけれども、平均ここですね。562万、なんだ、万六千0 0ドル。まあなんで562万円とか、まあ600万円ぐらいですかね。はい。が、まあ平均で、ヒ、えー、スパニック層ってここなんですよね。下から数えた方が早くて、えー、430万から460万円ぐらいですか正確に言うと。はい。の、えー、平均所得なわけなんですね。はい。えー、平均と比べて、えー、と、万円、どこだか。はい。100万円以上、えー、差があるわけなんですよね。 で、そこにインフレが被さってくると。っていう風になると、正直その、ただでさえもともと厳しい生活をしていたところがもっと苦しいことになるわけなんですよね。なんでその左派勢力の掲げるすごく気心地のいい空っぽのその社会性義理念、ね、人種差別がどうのこうのだとか、中絶問題がどうのこうのだとか、そんなもの聞いていられる余裕がもうない人の方が多いわけなんですよね。 なので、そこにばっかりフォーカスをしたメディアの言葉聞いたって、いや、俺たちの聞き手話はそこじゃねえんだよ、みたいな感じでえ、むしろメディアに対して嫌気さす人が増えてくると思うんですよね。うん、なんで、まあ、今回どれぐらい違和感に気づく人が増えたかどうかっていうところにもよると思いますけれども、はい、むしろ今回みたいなそのメディアを買ってどうのこうしようっていうのは、むしろ逆効果になる可能性がある。 むしろそのメディアはもうなんか当てにならないから他のやつ聞こうみたいな感じで心が離れていく人の方が多いかもしれないわけなんですよね。そのこととかをさ、民主党が今回の中間選挙の結果から、えー、まあ、ちゃんと 学ぶことができるかどうかっていうところなのかなっていうふうに思うんですが、さあどうなる答えだって感じですね。はい。まあ、ひとまずですね、こんな感じでもうすでに大統領選挙に向けて動き始めている勢力がいますよっていう話のパート1のお話でした。はい。ということでパート2っていう形で、明日かその次かわかりませんが、えー、他の、 動きに関しても皆さんに紹介していきたいと思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え、最後はですね、あの別に誰かが使ってるわけじゃないんですが、なぜか知らないけど、トイレに行列を作っていたデブタのでお別れをしたいと思います。はい。えー、な、なんでかわかんないけど、トイレを2匹ともが待ってて、もしかしたら3匹目がうちいるのかもしれませんね。気づいてないだけでね。はい。えー、っていう、ちょっと怖いホラーみたいなお話でお別れをしたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。